どういうこと？まず素直な子で、あとは継続ができる子、あとは元気がある子、この3つってこうすごい大事かなって、まあ、基本的に売れてる人に共通点としてはこの3つってすごい強いのかなと思ってます。はい、僕自身は実はすごい負けず嫌いで、やっぱりこう大御所の方だったりとか、若くしてこう成功して今頑張って活躍されてる方がいると思うんですけど、僕自身こう負けないつもりですし、美容業界の頂点に必ずビッグフェリアを必ず乗るのと、情熱大陸とアナザースカイに出れるぐらいの最強の美容師になれるように頑張ります。薬だけの効果一番の武器はアシスタントなんですけど、ずっとそのオンラインサロンを掛け持ちしてカット練習してきてたので、ボブのカットとかちょっと短めのレングスのカットが武器です。 SNS だとやっぱり TikTok とかショートムービー系が得意かなっていう感じです。はい、大事にしてること、大事にしてることは、はい、最初の2秒で心をどうつかむかっていうのと、その後テンポの良さでいかに飽きさせずに最後まで見させるかっていうことを結構心の中に留めながら動画作ってます。それどうやって勉強したんですか？それは、伸びてる TikToker の人のひたすらに真似をして、コマが変わる瞬間とかの秒数を測って真似したりとか、実際に DM でどういうこと気にしてやってますかって聞いたりして、で自分の動画に落とし込んで、伸びたやつがあったらそれを自分で何回も見て何が面白かったんだろうなみたいな考えて、似たような動画をもう一回作ってみてみたいなのを繰り返してました。地方、僕地方出身なので美容室で100点満点決まったと思ったことがあまりなかったんですけど、コニーさんに来てもらった時にこれだってすぐになったので、なんか地方でもその喜んでもらえる場所が増えたらいいなと思うので、ここの技術を広める役をやれたらなって思ってます。固形が収まってくれて、何
ました。気をつけて。何でしょう。美容師としては作品撮りっていうのは、武器かなとは思うんですけど、どっちかっていうと、なんだろう、お客様のこう思ってることとか言ってることにこう耳を傾けるというか、傾聴力みたいなのは人よりすごいあるのかなっていうのは思ってます。なんでこうリピートってやっぱり結局これからの時代すごい大事かなとは思っていて、やっぱりこういつまでもこう新規のお客様を担当するっていうことは、やっぱりこう新規のお客様が入る余裕が予約にあるっていうことなので、それだけこうお客様がこう離れていってる証拠というか、なのでできるだけその顧客の人が何度でも来たくなるように、やっぱりこう僕としてもコアに来た理由の一つにこう技術を高めていきたいっていう部分がすごいあったんですけど、やっぱりこうお客様の要望を聞いた上で答えていくってなった時に、こうずっと同じ自分だとやっぱり面白くないなと思ったので、こう、まあ、聞いた上で何を提案するかっていうのを高められるコアで、今までと変わらないその傾聴力というか、その部分を大事にしながらどん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 自分のこう技術を高めていけたらいいなっていうのは思ってます。まあ、一番はけどその礼儀の部分と、あとはその相手のこう思っていることをこう最初の時点でできるだけこう読み取るようにすることと、その部分ですかね。こう最初の挨拶の時点でやっぱりこう相手からこうブロックされちゃうと、本当にこっちが何言っても受け取ってもらえないので、やっぱりこう最初は本当に、まあ、みんなやってることだと思うんですけど、改めて本当にわざわざ見て銀座まで来ていただいてありがとうございますっていう、そのお礼というか感謝の気持ちはしっかり伝えるようにしています。ちょっと違うんですけど、デビューしたては、自分が作るものが一番おしゃれで一番かっこいいと思ってたんですけど、それをこう提案した時にお客様がこうやっぱり帰ってこなかったんですね。こう再現できなかったりとか、こう僕のその自己満足で終わっちゃってたりとかしてたのもあったので、そこで一回失敗したからこそ、要望をちゃんと聞いていかないといけないし、要望を聞いた時にこう任せられる自分でいないといけないので、やっぱり洋服に関してもお客様以上のこうなんだろう感度がないと、なんかこのダサい人に任せて大丈夫かなみたいな、私がこうやりたい髪型って任せて分かんのかなみたいな、ちょっとした質感、ちょっとした長さの違い、色味のニュアンスとか、本当にその繊細なところは必ず受け取ってあげられるよっていうようなこう風貌でいるようにはデビュー当時から変わらずいますかね。邪魔だな。いはい、ありがとうございます。どうぞ。僕にとってコアっていうサロンは夢を叶えれる場所かなっていうのをすごく感じてて、なんかやりたいことあったら何でも言ってっていうふうに言っていただいたんで、まあフランチャイズになりたいですって言ったら、今後フランチャイズシステム制度みたいなのをこう考えてくれるっていうのを、まあもうほぼできてるんですけど、そういうのを言っていただいて、なんかこう僕だけじゃなくてスタッフがやりたいっていうことを結構叶えてくれる場所かなと思いますし、僕にとってもこう夢をこう叶えてくれる場所かなっていうのをすごい感じます。まあ、今後経営者になるっていう面で後輩育成ってすごい大事かなと思うんですけど、やっぱりこうまずはなんか僕自身が結果だったりとか、あとは言ったことをやり遂げるっていう、なんか背中を見せるじゃないですけど、なんかこうついていきたいなって思えるような人間に、なる、それを実行していこうかなと思ってます。フランチャイズになってお店を各県とかに増やしていって、ちょっと大きい全国にあるようなコアにしていきたいって思ってます。めっちゃ確認に塗っててもらいます。こう攻めは強いんですけど、守りが弱いと言いますか。やはり
準備がなかなかできていないところもあったので、そこをこう補いながらの営業というのが、予約はやっぱり ありがたいことにたくさんいただいて、じゃあその準備の部分を誰がやるんだっていった時に、こう手が空いてるっていう人がいない状態で、みんなでこう協力をし合いながらやったところは、まあ大変だったんですけど、まあ文化祭の前日みたいな感じで楽しみながら乗り越えられたかなとは思います。美容師としてっていうことですよね、はい、なんていうか僕が思うには、2回沸点が美容師ってあると思っていて、1度目の沸点がやっぱりその単純に仕事が楽しいなとか、そのサロンで働いていてやりがいがあるなって感じたりとか、そういった部分だと思うんですけど、2度目の沸点がやっぱりそのスタイルを作ったりとか、自分が担当した方に喜んでもらえた瞬間とか、スタイルを作る楽しさっていうのに、意外と僕は美容師さんって全員が全員そこに2回目の沸点が来ている人っていうのはそんなに多くはないかなって正直思う部分もあって、なんかそこをまず全員が多分そこにまず行っていて、やっぱそこから先自分と向き合って、本気で向き合えるかどうかだと思うんですけど、自分と本気で向き合った末のなんか形にみんな行き着いてるのかなっていう、なんかその3ステップを踏んで、なんかこの自分の武器だったりとか最終形態みたいな、まあ多分まだまだこれからさらに進化はしていくんですけど、なんかそんな感じですかね。そうですね、店舗拡大とかいろんなことがあるかもしれないんですけど、でもやっぱその逆でやっぱり変わらないでやっていくっていうのが僕の中では一番なんか理想かなと思います。未来の子は、はい。なんか人を好きな、でも一番は多分夢を語るかなと思います。やっぱこう自分が経験したんですけど、こうある程度美容師こう増えてきちゃうと、どうしてもなんか居心地悪い瞬間があるんですよね。っていうのが、私はこうそういう人たちを向けて環境ってやっぱ作られてないことが多くて、なるとそういう人たちが一番やりやすいような環境を常にイメージして作ってきたんで、何かコアだったらもう本当に広いで、まあ、正直もう席も使い放題みたいな、でアシスタントもすごいたくさんいてくれて、なんで今までないようなちょっと新しいものを作ったのをずっともう何だろう、何年も前からみんなに言ってきたんで、だから一緒にコアやろうよみたいなって語った結果来てくれましたね。と思います。もともとイメージはあったんですよね、もうかなり前から。多分京平と専門学校に出会った時に 将来的に一緒にやろうっていう話をしてて、で、なんとなくの形はもう実は多分 5,6 年前からイメージがあって、で、やっとこう自分が、まあ、前の会社を退社して具体的に決め始めたのが多分 2年前ぐらいですかね。やっぱ去年やっとこういろんなものが決まっていって、まあ、会社もつけて物件も決まってたので、まあ、そうですね、大体そのぐらい前から決めてましたね。5年後にこういう店ができたらとか、やっぱり一番は身近な人の夢を叶えるっていうのが一番大事だと思います。やっぱこう自分のためにやってもしょうがないし、それだったら今一緒にやろうと言ってくれる人の希望をたくさん聞いて、無理なことも叶えてあげるのが一番ですかね。だからまあ今回だったら強兵が特にこう大きいとこやりたいとか、もうすごい立地がいいとこやりたい、内装が豪華な方がいいとかっていうふうに、そういうのを全部聞いて、これを叶えるためにはどういうことをしてたらいいんだろうっていうのを常に考えてきましたね。でも悲観的にならずに、なんだろう、失敗しようが痛い目見ようが、やっぱこうチャレンジすることじゃないですかね。なんか大体まあ人生長い間で生きてたら嫌なこととかもあるし辛いこともあるけど、なんだろう、見えずに諦めずに、やっぱやるって決めたんだったらやり通すことですかね。で、あとはちゃんと周りの人に頼って、自分だけでは解決できないことは絶対誰かが救ってくれるから、周りの人を大切にする、で、やっぱこう感謝の気持ちもするね、ちゃんと言葉にして伝えるですかね。どういうこと？大体こんな感じで大丈夫です。これが
まっすぐです。まっすぐ。もうだから昔のイヤツイヤの取り方はもう忘れてください。